私の名前はアデル、51歳。ベッドを締め切ります。掛け金を置いてください。よし、今度こそ当ててやる。イギリスのとある高級カジノで働いている。他の職種に比べると給料も良く、仕事自体も楽しいけれど。お疲れ様です。遅番ですか？まあ。職場で最年長の私は、最近若い同僚たちに馴染めずに悩んでいる。実は私は10年前にもこの店で働いていたことがあり、前の店長には大変お世話になりまして。へえ、すごい経歴だね。いわゆる出戻りのような形で、最近またここで働き始めたのだ。当時マネージャー職を務めていた私は体を壊して退職し、本当に申し訳ありません。仕方ないよ、健康第一だから。あれから10年経った今、元気になってようやく戻ってこれたのだ。新しい店長は私が経験者と知って即採用してくれたものの、アデルさ、今頃戻ってきたらしいよ。ずぶとい神経してんね。かつて部下だった同僚たちは私を歓迎していないとすぐに分かった。昔働いていたからという理由で、私は仕事内容について何も教えてもらえず、質問があればその都度聞いてもらう感じで。はい。勤務中は常に一人手探りの状態。もちろんマニュアルは10年前からかなり変わっていたようで。何やってるんですか。すみません、ルールが変わってたって知らなくて。かつては部下だった同僚に叱られてばかりの日が続いた。ミスをしないように自分から質問をしてもうまくいかず。このキャンペーンって。今忙しいんで。仕事をする上で必要になる情報も一切知らせてもらえない。私にはみんなに避けられるようなことをした覚えはなく、気づいていなかっただけで、私って昔からみんなに嫌われてたの？嫌われている理由もわからず、休憩時間も常に一人で孤立していた。でも居心地が悪いからといってすぐに辞めるわけにはいかない。せっかく復帰させてもらえたのに文句言うなよ。わかってるわよ。働いていれば嫌なこともあると割り切って、私は仕事を続けていた。結局それから2年間私なりに頑張ったけれど。おはようございます。昨日のテレビ見た？見た見た。職場の人間関係は良くなるどころか悪くなる一方だった。その上、元部下や私よりも後に入った新人が次々と昇進し、店長、私にも昇進試験を受けさせてください。ああ、また来年ね。この店で勤務年数が最も長い私はいつまで経ってもパートのまま。そのうち私は自分が黒人だから差別されているのかと感じ始めた。店長、これって人種差別じゃないですか。の私以外の従業員は皆白人で、私だけが唯一の黒人だったからだ。イギリスに住んでいると黒人というだけで未だに差別されることもある。情けで雇ってやったのに人聞きの悪いことを。考えれば考えるほど私は自分が差別されているとしか思えなくなった。するとそれ以来、店長や同僚たちはあからさまに私を孤立させるようになり。今夜の飲み会、出血の最終確認取るぞ。はい。ついにこの日、私は我慢の限界を迎えた。全員が参加する店の飲み会に私だけが誘われていない。じゃあみんな退勤後にいつものお店に集合ね。了解。溢れてくる涙を必死にこらえながら、私はその日の勤務を何とか終えた。この孤独や苦しみを分かってくれる人は誰もいない。飲み会に誘われなかったくらいでいちいち泣くなよ。大げさだな。散々泣いて涙が枯れると、悲しみは激しい怒りに変わっていた。こんなことが許されていいわけがない。もう職場の人間関係なんかどうでもいい。訴えてやる。私は職を失うのを覚悟の上で裁判を起こすことを決意した。店の飲み会に誘われず疎外感を抱いたことを理由に店を訴え、チームの親睦を深める大切なイベントに私だけが参加できなかったのです。今までの辛い出来事を洗いざらい話した。するとこの一件がニュースで面白おかしく取り上げられ。飲み会に誘われなかっただけで訴えるとかヤバくない？ただのクレーマーババアじゃん。同僚や周りの人たちからは散々陰口を叩かれた。悲しいことに夫でさえも私の味方にはなってくれず。こんなことして恥ずかしくないのか？俺の立場も考えてくれよ。誰一人味方がいないまま私は判決の日を迎えた。しかしここで思いがけない理解者が現れる。社員の絆を深める場である飲み会に誘われないことは職場で不利益を被ることにつながります。なんと裁判官が私の主張を全面的に認めてくれたのだ。無視されていたことや私だけが昇進試験を受けられなかったことも考慮され、よって店側に1200万円の支払いを命じます。嘘だろ。なんとみんなに散々笑われた私が勝訴して裁判は終わりを迎えた。賠償金よりも何よりも裁判官の言葉に私は心から救われた。
あなたとはもうやっていけない。おい、どうしたんだよ、急に。その後、私は職場だけでなく、夫ともさよならし、新しい人生を歩み出した。不当な扱いを受けた時、黙って泣いているだけでは何も変わらない。今日から新しく入ったヘレンさんです。よろしくお願いします。今回の一件で私は自分で声を上げることの大切さを学んだ。